e f 7 0系電気機関車は1961年に登場した日本国有鉄道の交流用電気機関車である。交流電気機関車としては数少ない買い形の機関車であり、北陸本線用交流貨物機として1200トン建員を目指したため、軸配置は BBB で日本の交流電気機関車としては初の F 型となった。日本の交流電気機関車は 基本的に D 型で製造されているが、これは仙山線での試験の際、予想を上回る粘着特性を示した、清流機式の e d 四十五系の試験結果より、交流の D 型と直流の F 型は同等の牽引力を持つと算定されたことによる。九百六十二年に1 1五パーミルの連続勾配を有する北陸トンネルが開通するが、日本海縦貫線である。 北陸本線の列車単位は極めて大きく、この時点で1000トン、将来的には1100トンまで列車単位が引き上げられる予定であった。これをトンネル特有の多湿環境で勾配もきついとの悪条件の中、D 型機の短期で牽引するのは難しいという結論が下され、余裕を持たせて交流機としては初めて買い形で製造されることとなった。当初は、 田村福井間に本形式を投入し、福井北の平坦線には ED74 型を投入する予定とされていたが、福井北の平坦線では、機関車出力に見合った、牽引定数の増加を見込めることから、作り分けるのは特策ではないとして、本形式が北陸本線の主力機として増備されることとなった。高圧タップ制御。変圧器高圧側のタップを制御して、 電圧変化させ、シリコン整流器で直流にした後で、直流電動機を駆動する。主変圧器は、外鉄型フォームフィット式で、そういう風冷式の TM5 型で、付属の高圧タップ切り替え機は、ED71 型での使用実績を反映して、接触部をブラシ式からローラー式に変更した25段構成のものを搭載する。また、シリコン整流器は、 日立製作所製 DJ14 リットルシリコンダイオードを5き直列接続したものを12セット並列接続しこれを4セット用いて単層ブリッジ結線としているこれによる定格出力は2 4 3 0ット、定格電圧7 5 0ト、定格電流 3240A である当時は交流電気機関車の技術は溶濫機にあり 技術的に様々な方式が試みられていた。本形式では、交流電源を直流に変換する整流機については、取り扱いが簡単で、装置自体も軽量活大容量のシリコン整流機が採用され、高圧タップ切り回帰を組み合わせ、主電動機を電圧制御するが、連続制御性や再粘着性能などではまだ技術的課題が残された過渡機のものであった。 主電動機は、当初より、交流機、直流機の両方に使用可能で、電気機関車用汎用電動機として開発された、MT52 系直流直巻き製粒子式、電動機を採用した。1962年6月10日、北陸本線、鶴ヶ福井間電化開通宿画列車を経営した、EF7018 駆動方式はそれまでの、 神経列電気機関車に採用されていたクイル式をやめて古くから用いられている釣り掛け式が採用された。波数比は70、17である。短期牽引を前提としており、前面は非貫通型である。交流電気機関車では原則的に2機搭載されているパンタグラフのうち進行方向に対して後くらいのパンタグラフを使用することになっており、 本形式でも当初は2機搭載された PS100A 型 PS101 系皮脂枠パンタグラフの後くらい側を使用していた。だが、本形式については、この原則が後に破られ、2位側のパンタグラフを常用し1位側のパンタグラフは予備とすることに変更された。そのため、変更以後は2位側を先頭にして走行する場合、 前側のパンタグラフを上げて走行するのが特徴である。同様の事例に、北海道での ED76K500 番台の運用方法が挙げられる。1961年から1965年にかけて、計8 1両が製造された。1964年製造の EF7022 からは大幅な設計変更がなされている。 EF70-21 までは一時型と呼ばれ、1964年以降に製造された二次型とされる EF70-22 以降とは以下に示す外観並びに性能面で相違点がある。なお EF70-19 から21は外観は一時型であるものの性能面では二次型の機器を先行搭載した変速機である。 EF71EF7011968 年10月1日のダイヤ改正で20軽客車により運転されていた寝台特急列車はエースブレーキに中継弁電磁球ハイ弁ブレーキ率速度制御機能を付与したアレブ増圧装置付き電磁指令式自動空気ブレーキへの改造を施行し時速 110km 運転対応されることになった日本海縦貫線においても 在来急行格上げで20系寝台特急日本海が設定されたことから、その牽引に充当される本形式にも対応する改造を末藤工場で7両に施行した。北陸本線の交流電化の進捗とともに運用の場を広げていき、最終的には田村糸藤井川間で運用されるようになった。当初は主に貨物列車を中心に牽引したが、 後に ED70 系の運用縮小と ED74 型の吸収転出により多目的に使用されるようになった。1969年に新越本線が直流電化された際、硬直接続を糸井川鍛冶屋機関に設けたデッドセクションで行うこととなり、これに充当する硬直流電気機関車が必要となった。 こうして EF81 型が製造されることになるが、この時点の EF81 型は、金沢伊東の北陸本線北部に運用されており、本形式とも共存していた。しかし、1974年に開業した北陸、関西の短絡ルートで、デッドセクションを持つ湖西線経由に、貨物列車の大半が変更されると、必然的に、 北陸本線南部へも EF81 型が進出。この結果、田村いとい間に運用が制限される本形式は EF81 系のロングラン運用の前に次第に持て余し気味となり、1978年10月のダイヤ改正では一時型の大半が旧車になる。千番台も1974年以降は EF81 型に、 特急牽引の役目を譲り、基本番内と共通運用につくようになった。車例の問題からも廃車にもできず、本形式の末期は有効な転用先の模索の歴史となる。まず1980年に EF70-61 から81が ED72 系、ED73 型の置換用として、文字機関区に転属。九州地区では、 電気暖房を使用しないため、本形式は、ブルートレインや貨物列車等を牽引したが、軸重の関係で、鹿児島本線熊本以北に運用が制限され、出力が課題である上、電子機は高速列車対応機でもなかったことから、持て余された。そのため、2年後の1982年11月のダイヤ改正では早くも ED76 型に置き換えられて余剰となり、 有給化した。また、北陸本線残留機は、前述の模軸転出の穴埋めとして旧車になっていた一時型を復活させたものの、こちらも1982年11月のダイヤ改正で余剰機が大量に発生、1985年3月のダイヤ改正で全機が運用を終了した。同時期に、東海道本線、山陽本線で、 荷物列車牽員に運用されていた EF58 系の老朽化が深刻になり、代替機関車が必要となった。しかし当時の国鉄は多額の累積債務を抱えており、その財政状況では心臓の機関車を投入することができなかった。そこで大量に余剰の発生していた本形式の直流化改造計画が持ち上がる。 1982年頃に本形式の高取工場入場が目撃されるなど実現間近と見られる動きはあったが、1984年のダイヤ改正で電気暖房装置を有する既存直流機の EF62 系の大量余剰からの転用となったため制御機の申請が必要で改造費のかかる本計画は中止となった。末期の本形式は 運用効率の悪さから不遇を囲ち、千番台や九州転属機を含めて1987年の国鉄分割民営化前に全機が廃車されたため、JR グループには一両も承継されていない。ありがとうございます。